人は針で突き刺した時の驚くような痛みつま先をぶつけた時の飛び上がるような痛みまたズズキズキするる歯の痛みを知っている私たちは多くの種類の痛みを認識しさまざまな方法で対処するけどでは動物たちは 動物のの痛みの感じ方を知ることは大切ペットを飼うことで私たちの生活環境が豊かになったり食料としてさまざまな動物を育てたりまた化学の進歩や人間の健康向上のための実験に使ったりしているのだから動物は人にとって大切な存在であり彼らに不必要な痛みを与えないようにすることが重要。 哺乳類のような私たちに似た動物の痛みへの反応は分かりやすいものだけど明らかでないことはたくさんある例えば人に効く痛み止めが彼らに効くかなど人とは投園種の動物になるほど彼らの感じ方を理解するのはさらに難しくなるエビが痛みを感じているのかヘビの場合はカタツムリなら人間を含む脊椎動物は痛みは全く異なる2つの過程に分けることができる 1一つ目は神経と皮膚が体に有害なものを感知しその情報を脊髄に伝えることすると運動ニューロンが動きを活性化し私たちを脅威から素早く遠ざけるこれは肉体的な痛みの認識で「痛覚」と呼ばれごく単純な神経系を持つものを含むほぼ全ての動物はこれを感じるこの能力がなければ動物は危険を避けられず生存が脅かされることでしょう 二つ目は、痛みを近くにより認識すること。人の場合これは皮膚の感覚ニューロンが脊髄を通して脳に伝える第2段の過程で行われる脳のいくつかの部位にある数百万の神経細胞が痛みの感覚を引き起こす人にとってはこれは複雑な経験で恐れやパニックストレスなどの感情と結びつき他者に伝えることができるが動物がどのようにこの過程を経験するかを知ることは困難。 なぜなら、多くの動物はどう感じたかを表現できないから。しかし、動物たちの行動を観察するとヒントが得られる。傷ついた野生動物は、患部をいたわり、普通を声に出し、身を隠すことが知られている。実験室で科学者たちは、ニワトリやネズミなどの動物が傷ついたときは、痛みを和らげる薬を自ら選ぶ事実を発見した。 動物は以前傷ついた状況を避けようともするこれは脅威の対象を認識していることを示している研究により脊椎動物が痛みを感じるのが明らかになり多くの国でこれらの動物を不必要に傷つけることは法律違反となるまでに至ったしかし無脊椎動物のような他の種類の生物はどうかこれらの生物は法的に保護されていないその一因は彼らの行動を理解するのが難しいから。 痛みを感じるるる。かか、どうか容易に推量できる動物もいるカキミミズやクラゲなどこれらの生物は脳を持たないか非常に単純な脳しか持たないですから例えばカキはレモンジュースがかかると痛覚のため身を縮めるがそのような単純な神経系では痛みの認識があるとは考えにくいのだしかし他の無脊椎動物はより複雑例えばタコは洗練された脳を持っていて 最も知的な無脊椎動物の一つだと考えられているそれでも多くの国で生きたタコを食べる習慣が続いている私たちはエビやカニを生きたままで茹でるが彼らがさや痛みを感じてていいいるかかは分かっていないこれが道徳的な問題になりうるのは私たちはこれらの生物に不必要な苦痛を与えている可能性があるから実験は論争の的となっているものの手がかりを与えてくれる。 実験の結果ヤドカリは電気ショックを与えられると居心地の悪い貝殻からは出てしまうが良い貝殻ならとどまることがわかっているタコも腕を負傷するとその腕を丸めてかばうが獲物を捕らえるためなら怪我をした腕も使うこれは動物が感覚器で得た情報から判断を行っており危害に対して単に反射的に反応しているのではないことを示している。 一方、カニは電気ショックを受けた場所を繰り返し、擦ることが知られている。また、ウミウシでさえも、有害な刺激を受けそうになると身を引く。このことは、彼らが肉体的感覚を幾分か記憶していることを意味する。動物の痛みについて学ぶべきことは多数ある。私たちの知識が増えることで、不必要な痛みを与えることがなくなる世の中が来るかもしれません。動物の世界では何が起こっているのでしょうか 例えば犬はなぜ鼻を使って見ることができるのでしょうミツバチが非科学的な巣を作り出すことができるのはなぜその答えはこれらの動画にあります。